はい、こんにちは、サルウィンです。というわけで今日もエクストラやっていきたいと思います。さーて、間にヨーヨーもやったりしてたから違和感があるかもしれない。逆にかな、逆にってなんだったよね。逆にかもしれない全然喋れないんだけどね。ちょっとね、ヘロヘロなんですよ。ヘロヘロでもなんとかなる、なるかな。でも意外と見えてるな、反射神経周りと悪くはない位置なんじゃないかなと思いますね。さて、今日は1回だけにしようかな。あの、何度も挑んでも多分結果は変わらないと思うんで、1回だけです。いやーもったいね。やっぱり良くないっすね。ああ、ダメっすね。これダメっすね。なんなら動画化しないレベルなんだけど。それはね、やばいっすね。なんか悔しくなってきたら、悔しくなってきたから、もう一回ぐらいチャレンジしようかな。楽しくなってきちゃったじゃないか。ちょっと待って、やっぱりもう一回、やっぱ3回チャレンジにしようかな。うん、もう一回いこうかくそあれ、待って、あ、そうか、そうか、一回いってるからね。 OKOKOK もう一回やらせて。うん、敵の配置、うわー、あぶれえな。特に無理があるか、これ。いや、無理かな。やべ、いって逃したな。いやー、無理。ここはいってるよね。ああ、横から。ちょっと。これは非常識ではないのか、君。ちょっと。横からはダメだよ、横からは。パワーマックスになるよねなんて言おうと思ったんですけど、ダメでしたね。ダメだね。ダメです。
待って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 、落ち着け落ち着け、オッケー。これどうやっていなせばいいんだっけかな。内側入っちゃうと多分きついよね。これは無理だ、多分避け方が違う、間違いないけど。ダメだ。あー今無理、今無理、残念ながら今は無理です。左右に振らせればいい。この辺はね、とりあえず覚え、あーだってアイテム回収とか考えたら倒したい。ああ、まだか。ああ、嘘。なんで今やられたの。わからない。わからない。くっそ。今のはもったいなかったな。霊馬戦に超えなきゃな。霊馬戦どうやって超えるかだよね。ボムでいなせないから、霊馬戦。ボム判定ないんだよね。ダメね。根本的にあれか、そもそもテランドール自体があれか、ボム効かないのか、そういう存在でしたっけ。なんか残ってるのかな。いやー使ってくわ。さあ霊馬戦のお時間です。ダメだな。あ、マジか、今のはないな。今のはもったいない。反応が出なかった。ボムの反応が出なかった。もったいねー。今のはもったいなかった。いや、今のは使わなくてよかったと思うんだけど、意地でも霊馬戦だけど絶対超えるって今誓ったから。ああ待ってひどいな。でもまあスコアは伸びてきてるね。もう一回だけ3度目の正直。ちょっともったいないとこあるね。無駄なとこを省いていかないとね。わあ慌てた。もうダメか、集中力ない。いや諦めるな。こっからちょっと正直やり直したいレベルだけど、もう3度目の掃除はこれでもいい。こっから何か掴めるものがあるかもしれない。いいよ、やったろうやないの。掴めるものね、何があるんですかね。一体何があるんでしょうか。ある意味反射神経は一切いいんだけど、
るのみだわね。危なかったな今の。ちょっと待って、いないいない。やべ、やっちゃったな。いや待てよ。あー待って、待たない待たない待たないよね、待ってくれないよね。危ない。左右にちゃんと分ければ避けられる。それはいいんだけどね。これからきついよな、ここ。ここ結構きつい。パターンはあるんだけどね。ああそうだった。また相手を取りに行っちゃった。ボケてんじゃないよ。ダメ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 。いやー、このボケっぷりはやばいっすね。ダメだ。ダメだ。いや、こっから掴もう。行くぜ。さあ、これ多分結構、これはね、多分いけると思うんだよね。いけると。あれ、パターンが悪くないね。余計残ってきたね。なんて無駄を。超えるぞ、令和天。超えたい。バカ。もうやめる。ブギーです。今日は、今はダメですね。まあ、まだね、まだハイスコア出してっから。うんうん。というわけでお疲れ様でした。次回のチャレンジにご期待ください。バイバイです。